行車や自転車、そして原付でしか通れないしまなみ海道ということになります。橋まではこうした専用の道路で上がっていきます。かなり高いところに橋がありますので、どこの橋の入り口も橋の高さまで登っていく感じになります。この橋はこの上下2層になっていて、その下側を走っていく、そのような橋です。こんな形で料金を支払っていきます。それなりに雨は降っているんですけれども、自転車で走っている人たちも意外とたくさんいます。雨のサイクリング、これ楽しむのはちょっとレベルが高いんですけど、どうなんでしょうか、楽しんでいらっしゃるんでしょうかね。海面からかなり高いところを走っています。そして次々と橋が見えてきます。そして橋の高さまで登り、橋を渡り、そして降りるという、こうした事柄を繰り返していきます。少し疲れているのもありますし、雨なのでなかなかこうカメラを取り出して写真を撮るということをしていないんですけれども、まあでも楽しみながら走っています。今日はこの辺りでお風呂に入る、そういう予定も立ててきてはいるんですけれども、そうですね、カッパ脱いでお風呂に入ってまたカッパを着てキャンプ場に行くっていうのはなかなか疲れますので、今日はお風呂はキャンセルしました。まあ、実はそのために出かける直前にお風呂に入ってきていますので、今日はこれで楽をします。高速道路脇のこの自転車やバイクの専用道路からでしか入ることのできない、こうした入り口からこの道家島キャンプ場は降りていきます。結構な距離を走ってきましたし、結構な時間を走ってきましたので、着きましてホッとしています。